コンカモです。最近格ゲーからコマンド入力をなくしていい派を見ますが、上位勢の反応の良さを分かってないように思います。よくスマブラが引き合いに出されますが、あのゲームスピードだから許されているようなもので、ストリートファイターのようなゲームスピードのものでワンボタンをデメリットなしで搭載すると、見てから無敵技の息苦しいゲームになるのにと思ってしまいます。なるほど、なるほどね。はい、お答えいただきありがとうございます。なるほど、格ゲーからコマンド入力をなくしていい派ですか。確かに確かに、まあ、よく見かけはしますよね。よく見かける意見だし、実際コマンドをなくしたゲームっていうのはまあちょこちょこ増えてはいるよね。そうだね。まあ実際その、例えば、そうだな、まあ俺がよく話に出しますけども、プレステの鬼目の今日の格ゲーみたいにね、その結構昔のゲームでもワンボタン必殺技格ゲーって多くて、でワンボタン必殺技格ゲーだと、まあそれなりに問題点もあるなっていうのは、まあ歴史が物語っているので、まあ比較的、まあ賛否両論あるのは間違いないですね。その、まあ難しい。この話、話していくとすごく長くなるんで、端折りますけど、コマンド入力がなくなるのは、まあ別にいいとは思う。けど、コマンド入力がなくなると、コマンド入力をするっていう工程があったからこそ成り立っていた駆け引きっていうのが消失するので、それがなくなった分、簡素な読み合いになっちゃうよねっていうのは、まあなくはない。だけど、そこに、読み合いの部分に技術力を求めるのはどうなのっていうのに対して、まあ難易度を下げるっていうのは分からんでもないと思いつつも、作れるゲーム技のゲームの中で作れる技の種類がすごい減りがちなんだよね、ワンボタンゲーにすると。っていうのがネックになるから、まあしょうがないから作れる技が少なくなっちゃうんで、超技ゲージだけじゃなくて必殺技ゲージとか作ったり、リソース管理寄りにゲームを作り直していく必要ができていって、ゲージの種類が増えていって、まあ、うまくシステムを使った方が強いよみたいな、まあそっち系のストラテジー的なゲームに寄っていくっていうのはね、まあ流行りですね、あるあるだと思います。だから単純にそのデメリットなしで実装すると、見てから無敵技の息苦しいに ゲームになるのは間違いないですね。これはねダメっす。確かにこれはね良くないというか、うん、いろんな技が意味なくなっちゃうね。例えばワンボタンで昇竜拳が出ますみたいなゲームになると、ちょっと発生が遅いけどガードさせて有利な技とかさ、そのなんだろう、中間距離で許容できる牽制の発生フレームとか硬直とかに結構制限ができちゃうんだよ。全部見てから昇竜でええやんみたいな話になって、死に技がねすごい増えるんだよ。でもその死に技もなんだろう、コマンド入力があったとしても、上位陣からすると死に技だったのかっていうとそうでもないんだよね。なんか上位陣からすると、そのなんだろう、読んでいれば対応できた、読んでいれば対応できるけど、読んでなかった時に見てから入力するのはきついみたいな、そういう落としどころの技がね結構なくなっちゃうねっていうのはね結構ありますね。ので、この方の言ってる通り、まあコマンド入力をなくすとそこそこ問題があるっていうのは一応理解はできますね。あとね、結構これはよくある話で、まあ、スマブラはコマンド入力ないじゃんって話があるんですけど、これはね結構すごいでかい違いがあって、スマブラと格闘ゲームって見てから取れる行動の範囲に違いがありすぎるなとは思いますね。格ゲーって例えばその30フレームより遅い技は見てから対応できるみたいなゲームなんですよ、すごいざっくり言うと。スマブラとかじゃなくて格ゲーはね、だいたい30を超えてしまうと基本的にはもう意識になくても見てから対応できることが多い。まあ例えば飛び込みとかは全体40、ジャンプして着地までがだいたい45フレームぐらいのゲームが多いんだけど、飛び込みを当てて早出しで当てるっつうと、まあ35、6ぐらいになるんだよね。で、発生の遅い中段とかもまあ30ぐらいじゃん。だからその辺は意識してとかじゃなくて、怒ったら反応してバンってボタンを押すみたいな、なんだろう、メルブラじゃなくてアンダーナイトの金投げとかブレイブルーの紫投げとかも30ぐらいだし、まあ、大体ね30ぐらいのフレームが、まあ、見てからなんとかするっていう部分になるんだけど、例えば前ステップ見てからボタンを押すとか、まあ、そのギリギリまで反応でなんとかするっていう要素が大きめなんだけど、スマブラってそのなんだろうな、30フレームあったらもう全てが終わっちゃうぐらい突っ込んでくる、なんつうのかな、相手の行動を見てなんとかしようと思ってると
何ともならない状況まで陥ってしまうことが多いんだよね。わかんないかな。なかなか難しいんですけど、説明が結構難しめなんですけど、例えばなんか格ゲーだったら、ギリギリまで画面を見ておいて、その差し合いに集中しておいて、奇襲的な行動が来たらそれは30フレームくらいかかるやつが多いから、あのそっちは見てから対応する。で、見てから対応できないギリギリの駆け引きの部分は置き技みたいなのでなんとかするっていう駆け引きになりがちなんだけど、スマブラの場合は30フレーム、なんだろうな、見てから反応できる時間差っていうのがかなり短くて、前ステップとかの距離もすごい長いじゃない、早くて長いじゃないから、一瞬気を抜いただけでド密着になるし、発生1フレームの攻撃とかもあるし、その、なんだろうな、一瞬のフレームで取れる行動が強すぎるんだよね。早すぎるし、移動しすぎるし、判定でかすぎるし、避けきれないんですよね。だから、全部見てからなんとかしようって思うと結構きついから、まあ読みがすごい重要になってくるジャンルだとは思うんだよね。あ、ちなみに30っていうのは発生の中断とかの話だけじゃなくて、行動全部っすね。前に歩いて大足とか、前ジャンプしてジャンプ攻撃とか、あの中間距離で波動拳打ちますとか、もう全部込み込みです。だいたいそれが30ぐらいで決まる、あのなんだろう、より遅いとその反応いい人だと見てからなんとかってなっちゃうんですけど、なかなかね、そういうのを待ってるようなプレイスタイルだと、まあ、スマブラだとどうにもならんっていうので、まあ、ちょっと話が逸れちゃったんですけど、とにかくそういう感じですごいキャラの動き性能が強いゲームだから、ワンボタンですごい強いやつが出てもなんともならんくなるんだよね。なんともならんくなる。そう、なんだろう、ギリギリまで粘ってギリギリで回避しようっていうのがかなりきつい。もっと早い段階でやばいと思ったら逃げるっていう基準が短い感じだな。格ゲーだったら30フレームまではやばくない、30フレームより短かったりやばい。スマブラはもうなんか50フレームぐらいからもうやばい、それぐらいっす。もう50はちょっと言い過ぎたけど、まあ40ぐらいだなっていうぐらいでね、ゲームがね違いすぎるんだよね。だからコマンド入力が10何フレームかかるとして、そのコマンド入力がなくても成立するぐらい、そのなんだろう、やばいってなって逃げなきゃいけない時間が遠いというか短いというか、なのでワンボタン操作がね許容できるかなとは思います。ちょっとねこの説明多分かなり難しい話になっちゃったんで、ちょっと分かりにくいかもしれんけども、まあ、とりあえずスマブラは、まあ、そういう風に作られてるんで、格ゲーを単純にワンボタンゲームにすると、まあそれなりに問題点が出てきちゃうかなとは思いますね。はい、そんな感じなので、ワンボタン必殺技いいなっていうのも俺も思いはするし、やるべきだなと思うんだけど、単純にねデメリットなし実装するのはちょっとまずいかなっていうのは俺も思いますね。はい、そんな感じで、お便りいただきありがとうございました。